セブンで揚げ物何個買ったらカード1枚みたいな、よくあるじゃん。今だったら、今やってんのは、なんか遊戯王カードか？遊戯王カードと、ハイチュウ何個買ったら、みたいな、のと、なんだっけな、あれ。飴玉。ワンピースのね、なんかね、飴。息とかの飴。息とか、なんだっけあれ。スースーするやつ。こんぐらいの長方形の。まあ、なんでもいいんだけど。それ2個買ったら、ワンピースの、それの入れ物とかやってんだけど、今週の金曜から揚げ物2つだか3つ買ったら、ワンピースのカードを3種類。2個買ったら1枚みたいなやつやるんだよね。あ、フリスク。あ、ミンティア。それ。金曜からセブンでそれやるんだけどさ。今、揚げ物食べたくないからさ。まあ、だけど一応1種類ずつ、まあ、3枚あるんだけど。まあ、リーダーカードだから4枚集める必要ないからいいんだけど。もうさすがにちょっと欲しいから、揚げ物買わなきゃいけないんだけど、食べたくないんだよね。買って捨てればよくない？やばいね。冷静にそれ言ってんのやばいね。怖いね、ちょっと。あなた。衣を取って食べる。ああ、なるほどね。うん、洗おうやね。8年前くらいに映画館でポップコーン大量に捨てたらツイッターで炎上しましたって炎上経験者がいた。全然知らないけど。それ何？ポップコーン捨てたのをわざわざツイートしたの？めっちゃおもろい なんでツイートしたの？ここの見えてないビットコインマジ嬉しすぎる。
やらしいよな、あれな。エロスを感じるわ。トルーパー久々に見たな。見えないものを見落としやめて。お茶の間のお子様に悪いと思わないかやめて。お茶の間のお子様は多分この配信見ることないから大丈夫です。家族知ってんだよな。常に家族で見てるかは知んないけど、一回東京行った時家族みんなで会いに来てくれたんだよな。うちも嫁と見てるやんて。PKP もな、普通に買えるようにしてほしいよな。ただでさえさ、打ってたらすぐ耐久があれになるのに。普通に打ってたら普通に使いたいよな。武者さんみたいな大人になりたいって言ってたら終わりやね。俺は嫁に変な目で見られてるやめて。絞りみかんさんサブスク18ヶ月なんだな。渡す。教育にやFPS なんて全部それで言ったら教育には良くないだろ、間違いなく。
パタヤンさん、ヤさんサブスク35回でなどます。ありがとうございます。ほえさん、サブスク14ヶ月目だと思います。ありがとうございます。先日は投げないとコメントできないわけがないんだよね。普通に考えてね。怒ってないけどね、別に。いや、割れるガラスたくさんあるな、ここって思って。そういえば。なかなかこんな銃持ってくることないじゃん。ポチマルさん100チャードマス。何歩でも見て、やめて。怒るんですね、やめて。怒ってねえんだよ、別に。そう、リスナーだと思ってるわけないで、普通に考えてね。俺たちが悪かったなって怒ってるって別に。なんだとしたら何に対して怒ってんだよ。何もなかっただろ、今。そもそも、 もうあんだけガラスあったら割りたくなんだろ。